石川和正は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名。徳川家康の片腕として、堺忠次と共に活躍したが、小牧、長久手の戦いの後に出奔して、豊臣秀吉に侵入した。深市城主十万国となり、品濃松本藩の初代藩主とみなすことが通説となっている。家系は、 川内源氏の八幡太郎義家の六つを、む六郎義時が、河内国つぼいの石川僧を送電し、義時の三男の義元が、石川源氏、石川氏の祖となったという。か政の家は、三河国に下った石川氏の与党である。天文二年、石川馬の城交渉の子として、三河国で誕生した。石川清志は、祖父、石川家成はおじ。 石川康史通りは重廷にあたる。徳川家康が、駿河国の大名、今川義元の人質になっていた時代から金字として仕えた。永禄三年、義元が桶狭間の戦いで、織田信長に廃止し、松平元康が独立すると、和政は今川氏真と交渉し、当時今川氏の人質であった、家康の嫡男、信康と駿府に留め置かれていた。 家康の性質、月山殿を取り戻した。a 六四年、家康が織田信長と石が背で紛争を起こした際には、先方を務めて活躍した。a 六五年、織田信長と交渉を行い、清須同盟成立に大きく貢献した。a 六六年、三河一向一揆が起こると、父、交渉は家康を裏切ったと見られるが、数正は浄土衆に改修して、家康に尽くした。 石川宗家の家督は、おじの石川家成が家康の命で継いだが、これは家成が家康のいとこに当たるためでもある。しかし、家康に近住していたこともあり、戦後に家康から過労に任じられ、堺忠二、石川家成らに継いで徴用されるようになった。信康が元服すると、その後見人となった。A62 年には、 西三河の旗頭であった叔父の家なりが、遠州東部の金目である掛川に転出すると、変わって西三河の旗頭となった。また、軍事面においても、元気元年の姉川の戦い、元気三年の三方ヶ原の戦い、天正三年の長篠の戦いなど、多くの合戦に出陣して、数々の武功を挙げた。天正七年に、信康が切腹すると、岡崎城代となる。 天正十年に、織田信長が死去し、その後に信長の重臣であった、橋場秀吉が台頭すると、数政は、家康の命令で秀吉との交渉を担当した。このため、天正十二年の小牧、長久手の戦いにも参加。この戦いにおいて、家康に秀吉との和睦を提言したと申される。天正十三年三月までに数政は、孔明と改名しており、 飛行短期間であるが、公明明義の文書を発給している。ところが、天正13年11月13日、突如として、家康の下から出奔し、秀吉の下へ逃亡した。理由は謎であり、家康と不仲になった、秀吉から提案された条件に目がくらんだなど小説、入り乱れているが、今でもはっきりした理由はわかっていない。か正は、 徳川の軍事的機密を知り尽くしており、この出本は徳川にとって大きな衝撃であった。以後、徳川軍は機密漏洩に対応するため、三河以来の軍政を武田流に改めることになった。その後、秀吉から河内国内で八万国を与えられ、秀吉の家臣として仕えた。この時、通称を出雲守に改め、 秀吉より変化を賜って吉てると解明し、出雲守る吉てるを称したと伝わる。天正18年の小田原征伐で、ご北条氏が滅亡し、家康が関東に移ると、秀吉より、那の国松本十万国に数を違法された。なお、松本の国高に関しては、従来の八万国、十万国の二説がある。勝政は、松本に権威と実践に備えた雄大な、 松本城の築城と街道につないで流通機構の経路を掌握するための城下町の建設、天守閣の造営など政治基盤の整備に尽力した。文禄2年、死去。去年61。しかし没年には移説もあり、文禄元年12月に京都の七条河原で葬礼が行われているため、それ以前に死去の説もある。非前の国の陣中で亡くなった。 なお、家徳は、長男の安永が継いだが、医療十万国のうち、安永は八万国、次男の交渉は一万五千国、三男の孔次は五千国をそれぞれ、分割相続することとなった。和政が出本したことは家康を大きく動揺させ、軍政の改正を余儀なくされた、と申されているが、出本の理由には、諸説あって定かではない。数世を題材とする作品に限る。 ありがとうございます。